罪で死刑を執行された唯一の女性カンノスは、彼女は明治14年に大阪で裁判官代言に鉱山事業家の菅野義秀の長女として誕生。19歳で東京の商人小宮福太郎と結婚するが、福太郎は下流界に入り浸る横暴な性格で、菅は間もなく大阪に帰り離婚。離婚後は文史の宇田川文会に師事して文学を学び、明治35年に大阪朝報へ入社し記者となった。日露戦争の直前、文学の師である文会が高徳秋水酒井俊彦の非戦論に賛成したことから菅も共鳴し、大阪に平民新聞読者会を結成し、人運動から社会主義運動に転身。明治39年に酒井俊彦の紹介で室新本社に入社すると、荒畑寛村と知り合い結婚。2人は加畑事件で起訴され、過酷な取り調べを受けたものの無罪となり、荒畑のみ有罪服役となった。その後高徳秋水の思想に共鳴して同棲し、自由思想の発行に協力。宮下太吉が高徳を訪問し、天皇暗殺計画大逆事件を述べた際に同意したことから大逆罪で処刑されたのである。